これを読んで。読むよ。おい、栗松。栗松。お前どうしちまったんだよ。イナゴが食べられないのか。動画を見たよ。お前、イナゴにビビって全部捨ててたじゃねえか。バレちゃったな。お前が本当はすっごくビビリなことが。昔は僕のおやつをよく奪ってたよな。ジャイアンだったよな。でももう終わりだ。お前の何でも食べるジャイアンキャラはもう終わり。今後はキャラ変して実は優しいキャラにするしかないと言いたいとこだけど、一つあるよ、お前を救う方法が。タコセンって知ってるか。エビセンの間にたこ焼きを挟む食べ物。そう、エビセンの間にイナゴを挟むといい。やってみろ。そしたらお前はまたジャイアンキャラだ。いいか。以上、塩太郎でした。